あ、ダメだ、やり直しだ、探索。マジ？探索やり直しだー。よし、で、ここの炎をつければ多分開くんですよ。多分いきますよ。開く、開かない。嘘だー、全部炎をつければ開くと思った。あ、通れた。ここ多分この先にまだあるんだな、きっと。点火ポイントがまだ僕は点火できると信じてる。鍵、ここはだから岩についていけばいいんだ。うわー、ちょ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 、岩についてって、イフリートだねー。あ、ちょうどあるじゃん。いや、これ正規ルートか。こんなややこしいダンジョンでさ、隠しダンジョンだったら大変だよね。よし、ありがとうイフリート。一旦戻って。あ、また来た、また来た、こいつら。ちょっと待って。待って、攻撃されるんだ。あれ？今まで攻撃されなかったのに、一回も。オッケー。オッケー。落ち着いて最初にすれば大丈夫。で、ここ火つけると？絶対なんかあると思うんだけどな。オッケー。赤い鍵。さっきの開かずの扉、僕まだね、何かあると思ってる。あ、で、ここはディトか。そうだね、ここで多分ディトが出せるんです。よし。ディトを出して。ディトお願い。ほい。あれ？よし。ここもついでにやっといてもらおう。あ、やんなくていいかな。まあ、いっか。進むか、このまま。また炎付けポイントがある。ディト一旦解除。あ、危な、ファイアーボー置いちゃった。拾って、炎をつける。つけられないから、一旦ちょっと待って。ゾンビを倒す。ゾンビは一撃。つけられない？え、つけられない？なんで？距離が足りない？あれ、やっぱ数減ってきたか？よし。よし、開いた。ここつけたい。なんでつかない？あ、ついた。かなり微妙なんですね、炎がつくかつかないかのその座標。ここにもあるぞ。赤い鍵しか持ってない。え、何が起きた？これ、これであそこが開いたんじゃない？今のこのスイッチであの開かずの扉がきっと開いたんだ。あ、違う、ここか。どうなってんのこのダンジョン。あ、で、ここに青い鍵。で、また炎付けポイントがあるから、僕は逃さないよ。よし。いや、絶対何かあるはず、この炎を全部つけることによって。通る。もうわけわからん。また赤い鍵？赤い鍵2本？ボス2体出てくるってこと？倉庫版はだからこうか。まずこれ押して、オッケー。合ってるよね、この無意味な無意味かもしれないこの点火作業。上にもあったな、点火できる場所。このワープで出てくるのかな、上から。違う、どこだここ。どわかんねえ。あ、アイテム、よかったよかった。これ拾いたかったからよかったね。え、こんだけのことか、ここ。うわ、やば、ちょっと待って、HP 回復させて。うん、こっから戻ってきた。ってことは戻ればいいよね。だってまだここも開いてないもんね。でも戻るんだ。戻って。炎関係なかったのかな。
うん、順調、スムーズに来た、めちゃスムーズに来た。あ、ほらほら開いてる。いやでもこれ炎関係なさそうだな。炎関係ないな多分。なんで3本もあんの、赤い鍵。3体ボスいる。ここ来ちゃダメな場所じゃない。なんでしかもシェイド出せるの。出した方が絶対良さそうだよね、こんなとこでシェイド出せるなんて。え、閉まっちゃったんだけど。あ、ボスだ。え、ボス本当。あー懐かしい。うわー、シェイドがいるからダメージ肩代わりしてくれるからちょっと楽かもね。ほらほら、あ、でも HP やば。肩代わりしてくれるから、SP も回復しよう。 SP マックス使っちゃってもいいな。うん、 SP マックス使ってHP 回復、 HP 回復も、あ、一応あるかまだ。え、シェイドいなくなってる、マジか。それでか。うわー、そうか、同じボスだけどこうマップがね難しいから。うわ、やば。え、やば。え、もうこれ使うしかないじゃん。 HP マックス、 MP マックス。いやー、ちょ、やばいやばいやばい。ちょっと待って、デスソードにしよう。絶対強いであろう、デスソード。ソード使えてないし。あ、倒した、倒したね。あぶねえ、 HP。開いた。真ん中だね。でもちょっと待った。HP ないぞ。だって、あ、だって鍵3本もまだあるんだよ。これ、あれだ。過去のボス全部と戦うダンジョンとか。怖えー、これ過去のボス全部と戦うダンジョンだ。え、本当にそう。アイテムがあるだけかな。アイテムあるだけだといいなー。あ、アイテムあるだけだ、やった。願いが通じた。ソード、デスソードか、これデスソードきた。よしよしよし、 HP 回復しても良さそうだな。使おう、使うしかない。やべやべやべ、これ SP 回復だよね確か。よし。うわ、何？いや、肩代わりシェイドが絶対いいはず。HP 肩代わりシェイド連れてくぞ。え？何これ？敵がいる。変な魔導士。え？え、なんか気持ち悪い敵もいる。どうしろと、僕に。デスソード使うか。なんか、やべえダンジョン来ちゃったな。キモ、音もキモい。音、キモ。あ、でもここ。一応、なんか内周行きたいね。シェイドにめっちゃ食らってもらってる。よし。あ、デスソード強い、やった。おえんめおめ、あー、で復活したし。かー、マジか。あ、シェイドありがとう。シェイドサンキュー、かわいい。でもあれ絶対真ん中のやつ倒さなくちゃダメなんだ。わかりました。すまんな、シェイド。内周に行くしかない。オッケー。
え、なんでよ。今動いてない僕。ノックバックだな、多分。オッケー。危ねえ。よしよしよし。二つ回ってるね。オッケー。ダメー。マジかー。そんな強そう、多分。敵自体は強くないんだろうな、おそらく。もうね、HP 回復アイテムも僕ないんですよね。なので、なんとか SP を持続させて、シェイドに肩代わりしてもらうしか僕ないんですよ。今、作戦として。気をつけないといけない。あー、もうそろそろ回復しよう。デスソード強いぞ。よし。落ちちゃダメだぞ。あー、もうやり直し、きついな。でもまあ SP がまだ回復できるから、もう全部使い切る気持ちで行こう。また集めればいいアイテムは今。 OK。なんでよ。あ、そっか、壊れたんだ、デスソード。マジか。ブロードソードで一発頑張るか。うぅー、いや、デスソードはも、いや、遠距離でもうチクチク真ん中のやつ狙えないか。場所によっては、場所によってはそれが可能な気がする。これもいけるじゃん。3、4、5、5発かかるか。うわ、もう復活してきた。デスソードなら2発。もう1個内側に入れば。よし、 SP に注意ね。回復するか。うわ、もうあと。敵届かない？魔女に。届いてるね。届いてる。デスソロ使わなくても。よし、届いてる、届いてる。よしよし、いいぞ。無理に、これ以上内側に行く必要ない。SP にだけ注意。よし。出現場所が悪い。それはないわ。とりあえずもう一段だけ内側に入りたい。やばいぞ。相当いいアイテムくれるんでしょうね。相当いいアイテムくれるんでしょうね。よし。危ない危ない。落ちる。もう分かってたのに。よし、そっち行っちゃダメ。もうついてくるから関係ないか。かー、やばい。スピーカー復活1回しかない。外出るとクリアし直しになるから。ダメか。ダメだ、回復しよう。もうこれラストチャンスです。もうアイテムない。なあ、か、頼むで。もうよし、デスソードに持ち替えて。 OK。ここでファイヤーボール持ち替えて。復活早いよ。あとちょっとなんだよな、真ん中のやつも。あと何発ぐらい？ 3 発ぐらい？ 4 発ぐらい？
なく急がないといけない。よし、もうすぐいけるいけるいける。とにかく落ちない。あと一発、あと一発、あと一発。まだ？あ、倒した。やった、倒したぞ。これ戻れるかな。シェイドいるから戻れるか。あ、でも戻れた。あ、やったやった、解除。あー、やった、いいアイテム絶対来る。じゃまず SP だけ回復していこう。あー、よかった。だってアイテムないでしょ、もう。うーわー、よかった。いや、さすがに終わりだよな。この先まだダンジョンとかなしだよ。よし、 SP も回復したので行こう。え、ラスボス？そんなことないね。あ、精霊か。精霊だ。よかった。じゃあここ必要なとこだったんだ。緑の魔獣バウ、早いね。シェイドからのバウまでが早い。お前、魔獣バウの主バウ、暴走にいる。ん？じゃあバウ、バウ草、バウ草にいる、呼べ。あれだね、パックみたいなやつだね、さっき言ったやつ。うわぁ、森の神殿に眠る緑の魔獣バウを手に入れた。バウ意外とでかいんだね。あ、強さ説明、はい。パックンフラワー的なね。バイトダッシュ、文字通りその強力な牙による連続噛みつき攻撃、強烈だって。強いんだ。イフリートより強いかな。 A ボタン一回押し。フィールドムーブ、主人のいる地点まで地中を移動する。主人の、え、離れて戦うってことか、こいつは。 A ボタン2回連続押し。ポイズンポーリン、膨らんで自ら破裂し敵の動きを鈍らせる。自爆、花粉をばらまく。 A ボタンを押し、ため後離す。はい、で解除ね。うわー、来たー。完全に見た目敵なのに仲間ってのが嬉しいね。かわいい。噛みつく相手がいないからか。あ、ほんとだ、移動してくる。かわいい。え、でも何に使えるの、この子。ちょっと待って。桁外れの戦闘力を持っているため味方としては非常に心強い存在であるですって、説明書より。特にこうやってやるとさ、ついてこないんだけど2回押すと戦ってほしいな。ちょっとだけこの辺来て、出して、で強いよ。こうやってね、敵が近くにいないと、なんか敵の近くにわざと召喚して僕は逃げて、でバイトすると美味しいかね。ということで、お城の目の前の場所まで戻ってきました。心強いパックンフラワーことバウが仲間になったところで、今回は終わりにしようと思います。次回はおそらく占拠されてしまったであろうこの先にあるお城の攻略から始めていこうと思います。次回に続きます。